札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ4回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発はルーキーの伊藤、対するバファローズの先発は右の山本、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。山本降板、マウンド上は平野、これが11試合目の登板。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、ボール、まずは内角低め。第2球投げました、打ちました、セカンド左へのゴロ、一塁送球アウト。ここは意地を見せてほしい。さあなんとか追い上げたい場面でバッター中田、第1球初球見送ってストライク。第2球投げました、スライダーボール低め。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました。次が5球目、ストレートはボール外角高め。第6球は流し打ち、ヒット。リプレイをご覧ください。ファイターズ2点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手の山本、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように4対2ファイターズ2点差で敗れました。勝利投手は札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ5回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は左のアーリン、対するバファローズの先発は左の宮城、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。ファイターズ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で野村、第1球見送ってストライク。第2球投げた、空振り、タイミング合いません。追い込んでから第3球を打った、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ファイターズ得点圏にランナーを送りましたが先制。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で西川、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球投げた、ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ちました、三塁ランナーホームに突っ込む、二塁フォースアウト。ファイターズ1点。ツーアウトランナー二塁という場面で渡辺、第2球投げました、打ったいい当たりだ、クリーンヒット。打球が転がっている、ボールは中継へ。ファイターズさらに1点追加、4対0。さあリプレイです。バッターは7番野村、今日はセカンドゴロと三振。第1球投げました、
スローカーブ決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。スローカーブはストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。一つ外してボール。第4球を投げました。打った。ボールはライナーで左中間へ。左中間へのヒット。野村ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあ追加点のチャンスにバッター清水、ここまで2打席連続三振。第1球投げた。初球を打った。ヒット。センター前ヒットになった。ボールは中継へ。ファイターズさらに1点追加。5対0。さあ追加点のチャンスにバッター石井。第1球投げた。変化球ストライク。アウトローへ。第2球投げた。打ちました。ピッチャー返し抜けた。センターバックホーム。石井いいバッティングを見せました。ファイターズなおもチャンスが続いています。第1球初球から打ってった。1・2塁間へ。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。6回までが終了しまして5対0。ファイターズリードを5点としています。ファイターズ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ6回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の上沢、対するバファローズの先発は右の超以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。ファイターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で中田。第1球投げた。スプリット決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げた。スプリットはボール。バファローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。3球目ストライク。第4球を投げました。ボール。アウトコース低め。第5球投げました。空振り三振。バッターは DH のワン。第1球投げました。外れた。ボール。投球これから2球目。まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げました。あっとこれは上がりすぎたようです。左中間へ持っていきましたが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0。ファイターズまずは先制しています。ファイターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で清水。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。打ちました。ライトへ行った。ヒットになります。ライトバックホーム。清水ナイスバッティングです。ファイターズなおもチャンスが続きます。第1球投げた。見送ってストライク。第2球低めボール。
同期は3球目投げた、もう第4球を投げた、打った、流し打ち、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ファイターズ追加点の4番ファイターズ、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で中田、今日の第一打席はスイングアウト。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、おーっとキャッチャー取れない、トング今拾った、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。投げました、空振り三振、バッターは指名打者、第1打席はレフトフライに倒れています。第9投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第2球投げました、決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、危ない球、さあ4球目見送ってボール、投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、近藤一気にホームへ、ファイターズ同点3対3、ワンタイムリーツーベースヒット、ファイターズなおもチャンスが続いています。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは6番渡辺、第9投げた、危ない球、さあ次の投球ストレートはボール。第3球打った、1、2塁間への当たり、セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。序盤終了しまして3対3ファイターズ、この回に超降板、右の澤田、厳しい場面での登板です。期待しましょう、注目の投球です。第1球ボール、第2球投げた、ボール、第3球を投げた、打ちました、三遊間の当たり、宗、ボールを取る、バックホーム、間に合うかどうか、ファイターズ追いつきました、4対4。さあ先ほどの同点の場面です。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、西川、今日はファーストゴロとデッドボール、投げました、初球打ってきた、レフト前クリーンヒット、西川いいバッティングを見せました、初安打。先ほどのプレーです。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面、バブローズ、ここは中間守備を取りました、ボール。さあ次の投球ストライク、第3球を投げました、あーっとキャッチャー取れない、ファイターズ1点リードを奪いました、ファイターズここで得点が入ります、これで勢いがつきそうです。投げました、打った、左中間のフライ、レフト前に出る、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第9投げました、初球サークルチェンジ、空振り、第2球投げました、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。4回の裏が終わりまして5対4ファイターズ、この回逆転に成功しています。さあ追加点のチャンスを迎えました、ノーアウトランナー二塁という場面で渡辺、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、アウト、ランナー三塁に進みました、ファイターズなおもチャンスが続きます。第9投げた、内角低め、カットボール外れてボール、第2球投げた、ボール、第3球ボール、投球これから4球目、あっと打ちました、前進守備、ファースト右、 T 岡田一塁キャンバス踏んでアウト、今日は安打を放っています、バッターの清水。第1球初球はストライク、第2球投げた、流し打ち、ファールボール。第3球を投げた、打った、当たり損ない、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。ファイターズワンアウト三塁のチャンスでした、ファイターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で西川投げた、打ちました、初球打ち、レフト前進、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。
第1球投げました、危ない球。第2球投げました、インハイ際どい球、ボール。投げました、打ちました、宗交代、ヒット、レフトバックホーム、近藤ナイスバッティングです。ファイターズなおもチャンスが続いています。澤田降板、右の漆原、厳しい場面での登板です。はい、今日2三振の中田。第1球投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。初球ストライクから打った、ライトへ上がった、取ってこれで3アウトチェンジ。ファイターズ2アウト1塁3塁のチャンスでしたが得点には結びつきません。6回ファイターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で野村、見送ってストライク。第2球投げました、あっと引っ掛けた、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球スプリットはストライク。第2球投げた、アウトロー、直球は外れてボール。第3球を投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。ファイターズセカンドランナーさあ追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で近藤、今日はここまで3打数2安打。第3球を投げた、打ちました、アルボー、追い込んで投げた、危ない球。さあ5球目打ちました、いい当たり、取ってアウト、3アウトチェンジ。ファイターズツーアウト二塁のチャンスでしたが得点には至りません。ファイターズ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対4、ファイターズ僅差で勝利しています。勝利投手は上沢、敗戦投手は長、そして西武は杉浦。ファイターズ今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも